ート離れ判定進歩ゾーンを除いた2号艇西川でありましたが、1号艇永井もここはブロック。どうやら本番レースも定番通りのスタイルとなりそうです。最初のカードは3連単満州券、やや波乱含みの幕開けとなりましたシリーズ戦ファイナル。これより第10レース2つ目の準優勝戦です。1号艇永井源、2号艇西川雅紀、3号艇是澤隆弘、4号艇遠藤浩二、5号艇恵比寿本聡、6号艇表健一、以上6名の対戦です。まれに見る大激戦の得点争い、予選の攻防でしたが、その中をトップで通過したこの1号艇永井源、その勝負強さをここでも見せるか、インコースに進入です。そしてくせ者、ここは2コース定番通りの進入となりました西川雅紀、ここに来て3連勝中、勢いづくと手のつけられない男であります。そして今シリーズ再三の猛烈な追い上げ、船足の充実ぶりの証か、3号艇是澤が3コースに、ここまでがスロー。角4コース4号艇遠藤浩二は昨日1着勝負、1走入魂勝負、見事に好スタートから決めてくれました4号艇遠藤。そしてターン回り警戒、展開もつれればチャンスが広がります5号艇恵比寿本。そして18番目から勝ち上がるか6号艇表健一。3対3のスタイル、第10レース2つ目の準優勝戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。わずかにスロー勢優勢か。 そして5コースからは5号艇恵比寿本も覗く加減も、インから1号艇永井源、つけまいった2号艇西川雅紀、内をつく4号艇遠藤、3号艇これさあバックストレッチもしっかりと逃げ切りました1号艇永井源が先頭。2番手は2号艇西川雅紀に内から接近4号艇遠藤浩二、後方は3号艇6号艇5号艇。第10レース準優勝戦スタート正常、早くも独走1号艇永井源、2番手は大逆戦最内回る3号艇これさあ高弘、飲み込んだ4号艇遠藤浩二がここで混戦抜けて単独2番手、後続艇を突き放す。3番手争い3艇並ぶ、センターから2号艇西川雅紀、内側6号艇表健一、外に3号艇これさあ高弘、この3選手の3番手争い2周の1マーク、先頭は1号艇永井源、2番手は4号艇遠藤浩二、3番手は最内から6号艇先手を取ってくる表健一、さらに2番手走る4号艇の懐ついていきますが、ここは4号艇2番手優勢遠藤浩二、3番手は3艇の攻防続くが、センターから6号艇表を内からトライにかかる3号艇これさあ高井の、さらに内に潜って2号艇西川雅紀と再び3艇が並ぶ状況、2周2マーク、前に選手1番4番、3番手争いは2号艇西川が先手を取る、さばく3号艇6号艇両者、最後ついた6号艇表健一が3番手、ここでリードを広げました3艇身、上位体系1番4番6番、最終周回に入っています。2コースから2号艇西川が意表のつけまい観光でありましたが、慌てずここはしっかりと押し切って1マーク回ったところで独走1号艇永井源、2番手4号艇遠藤浩二、3番手は6号艇表健一が優勢、上位体系は1番4番6番、3艇審査の4番手に3号艇是澤隆弘、後方は2号艇5号艇が続きラストコーナーに入ります。第10レース2つ目の準優勝戦、先頭は1号艇永井源、2番手は4号艇遠藤浩二、3番手6号艇の表がなんとかこらえて3番手守っているか、1番4番6番か、先頭1番永井ゴールイン、2着4番遠藤ゴールイン、3着は6番表、4着で3番これさは、2番西川ゴールイン、ラスト5番恵比寿本ゴールインです。第10レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着6番、以上でございました。第10レースの払い戻し金はご覧の通りです。